はい、次にもう一つ用意した作例はですね、画面の中央に被写体を置いてその解像感を見てみたいと思います。望遠レンズ、やはり、スポーツにしろ、鳥を撮るにしろ比較的画面の中央に被写体を捉えて撮ることが多いと思います。なのでここの解像感について見てみたいと思います。用意したのはこういう羽です。綺麗に並べておりますが、実際にこれからクローズアップするのはこの画面中央の羽の先端の部分をクローズアップ 100% 拡大して見てみたいと思います。まずこれが開放の絵です。開放で撮りますと、すでに3ニッパは非常にシャープで解像感も高く当然綺麗に写っておりますが、当然他のレンズがじゃあ、ダメなのかというとそんなことは全然ありません。すでに綺麗に写っております。やはり画面の中央非常に解像感は高いです。ただし一段絞ると画像が激変するんですね。一気に解像感も高まりまして、コントラストも良好になりまして、ほぼこの3本のレンズそう大きな差にはなっておりません。でさらにもう一段絞って8、3ニッパの方は56になりますが、同じ2段絞ったところですね。ここへ来ると3社どれもこれも素晴らしい解像感になります。で特に見ていただきたいのはこの筋の一本一本が綺麗に改造してるってことですね。で特にこういったものは倍率色収差というものが発生して、にじんだり色ずれが見えたりすることが多いんですが、こういったこともなく非常に綺麗な絵が出ております。さらに絞っていきますが、さすがに11まで絞ると若干この新しい PF レンズ、ちょっとだけふわっとしてまいります。さらに絞りまして22では先ほどまで見えていた一本一本の筋がちょっと甘くなってまいります。実際この手のレンズで22に絞って使うってことはあまりないのかもしれませんが、こういう性能だということです。そして32、すべて3本のレンズが一番絞りの位置の大きいところ、絞りが一番小さくなったところですね。絞りの瞳がで、この状態ではこのような状態になります。